東京府中市のホテルで24歳の女性が死亡しているのが見つかり警視庁は同じ部屋にいた50代の男から事情を聞いていて容疑が固まり次第、殺人の疑いで逮捕する方針です午前2時過ぎ府中市寿町のホテルの部屋で府中市に住む平林さなさんが首の辺りから血を流しベッドの上で死亡しているのが見つかりました平林ささんは刃物ののようなもので刺されたとみられ 警視庁は平林さんと一緒にホテルの部屋に入りその後、立ち去ったとみられる50代の男の身柄を確保して事情を聞いていて容疑が固まり次第、殺人の疑いで逮捕する方針です。